9月1日というと、豆黒河内さんのラストコレクションじゃないですか。これね、前回動画を上げています。よかったらね、見ていただきたいなと思ってはいるのですが、いかがでしょうか。もうラスト寂しいですね。私大好きでいろんなものを買っていました。あ、来ていただいてますね。ライブ配信見ていただけてますでしょうか。ちょっといつもお話ししてるんですが、このユニクロさんの公式サイトの共有がね、画面共有がちょっと時間かかってるんですよね。ああ、おはようございます。イズミンさん、いつもありがとうございます。来ていただいて嬉しいです。イズミンさんのね、チャット、見えてるので、これでバッチリだと思います。そう、今日ね、豆黒河内さんのラストコレクション、秋冬コレクション、これはこれでね、また今日欲しいものをね、ネットでポチポチポチってする予定なんですが、まあ、今日は金曜日なので、期間限定商品がね、あるじゃないですか。これをね、皆さんとご一緒に見ていこうかななんて思っています。はい、今日からの期間限定ですね。泉さん、ゆうこさんっていう、ああ、嬉しいですね、泉さん。かわいいキティちゃんの。はい。泉さんはどうですか？豆黒ゴーチ狙ってますか？でも、まあね、今日は、期間限定をね、まあ自分の気になったものだけ、一緒に見ていただけたら嬉しいなと思います。さあ、クルーネックティ、9月7日までの期間限定。今日から1日から7日までの期間限定ですね。ユニクロ U のクルーネックティ、半袖、990円です。これからね、T シャツっていうのはどうかなっていうのもあるんですが、まあ、T シャツってオールシーズンじゃないですか。ね、なので、インナーとしても着れるし、もちろん、レイヤードスタイルでもね、着られるかなと思うので、これが990円。ユニクロ U はね、ちょっとくすみ系の色なんですね。あ、泉さん、豆買います。何を買うのか教えていただきたいな。はい。すごくね、色の展開も多いですね。これは10番のピンク。ちょっとスモーキーカラーですね。そして、00ホワイト。夏のホワイトは綺麗ですね。定番の07グレーです。ちょっとね、暗めのグレーですね。そして、こちらがダークグレー。ブラックですね。で、先ほどのピンクを飛ばして、11番のピンク。このピンクちょっとね、色的には難しいかなと思います。26番のオレンジ、茶系ですね。30番のナチュラル。私はこのナチュラルっていう色を着ると、そもそもイエローベースなんですけど、肌がくすむので、どっちかっていうと、イエローベースですが、真っ白をいつも着ています。41番のイエロー、レモンイエローですね。53番のグリーン、63番のブルー。このブルーね、イエローベースさんのブルーですよね。ちょっと黄みがかっています。69番のネイビーは定番です。73番のパープル。ね、この色も綺麗ですね。そう、私はね、ヨガをするので、まあ一年中ね、T シャツは欠かせないです。990円。そして、男女兼用っていうね、こちらのサイズもあります。この、男女兼用のクルーネックティー。メンズの方がやっぱりサイズ感は大きいですよね。で、レディースのようにピタッとして着るのがいい方と、まあしっかりしたね、ユニクロ U のこの生地、着心地コットン100%なんですが、透け感も全くなくって、しっかりしているので、で、ちょっと大きめに着たい方はメンズサイズかなと思います。そしてメンズの方が、まあ、こちらのね、男女兼用の方が、色も落ち着いたカラーですよね。これもホワイトもあるし、グレーもあるし、ダークグレーもあるし、ブラック。この辺のね、ベーシックカラーは同じ。そして、レッド。レッドって言っても、やっぱり男性が着てもいいようなね、レッドになっている。このね、22番のオレンジも綺麗なカラーですね。30番のナチュラル。31番ベージュ。35番ブラウン。54番のグリーン。そして、68番のブルー。大きめのサイズがいいっていう方は、こちらがいいかなと思います。あ、ゆうこちゃんおはよう。来てくれてありがとう、ゆうこちゃん。はい。うちのね、認定生さんです。もうね、パーソナルスタイリストとしてすごい頑張ってるのでね。
そして、ドライスエットトラックパンツ。これね、オンライン特別価格っていうのはね、丈長めです。いつもお話ししてますね。で、ドライスエットのトラックパンツの標準丈とかは、普通にあるんですね。で、丈短めもオンライン特別価格。ちょっと見ていきましょうか。ドライスエットトラックパンツの標準丈68から70センチっていう股下のサイズですね。カラーは4色展開。トラックパンツって言っても、まあ結構カジュアルなパンツなんですが、前にね、フロントにまっすぐラインが入っているので、くたっとならないうちは外でも着られますね。ただこれやっぱりね、伸縮性がある素材っていうのは、膝が出ちゃったりもするので、そうなってきたら、やっぱりね、お部屋着になる可能性は高いです。4色展開、ベーシックカラーのみですね。これから着るんだったら、まあ、この真っ白っていうよりは、こちらのね、ブラウン、34番のブラウンなんていうのが合わせやすいお色かなと思います。あ、ユッキー、おはよう。ね、ユッキーも。ユッキーもスタイリストです。私のね、長年の相棒ですね。はい、01のオフホワイト、09のブラック、そしてこちらのブラウン。このね、ブラウン結構いろんなものに合わせやすいですね。59番のダークグリーンですね。これよく見るとダークグリーンなんですね。1990円。はい。こちらはね、アプリ会員。限定価格って書いてありますね。リサイクル素材。アプリ会員。皆さんアプリ会員になってますか？ユニクロさんのね。なんか、ちょっとお得な情報があったりするので、アプリ会員おすすめです。まあ、もちろん私もなっています。そして、ドライスエット、ナロー巻き下丈ですね。スカート丈は短いか長いかってね、いつも言っていますが、そんなところがトレンドな丈感になっています。01のオフホワイト。ちょっとこれ難しい丈感じゃないですか？こう足首見えてたりしてね。もうちょっと長いのがいいかななんて思うんですが、そういう長いのがいいなって思う方は、まめちゃんの、今日からね、限定の方を見てください。09ブラック。そして34番のブラウンの3色展開です。そして、これです。バギージーンズ。この辺がね、ちょっと気になってますが、やっぱりオンライン特別商品は丈長め。81.5ってね、結構長いですよ。私の股下身長161センチで72っていう股下なんですね。決して足は長くはないです。はい。そんな感じの丈感です。これ標準丈はね、オンライン特別ではないので見ていきたいと思います。ね、これが標準丈で76センチっていうことになってますね。私、靴を履かないで72っていうところなので、まあね、靴は4センチ履けば76っていうことですね。はい。柔らかなコットン100%デニム、ローウエストですっきりとした着こなしができる。カラーが4色展開。バギーっていうのは、まあこう、裾がね、こう広くなっている。全体的にね、結構、広いデザインのことを言いますね。バギーデニムは、秋冬でもね、全然着れるので、これが2990円。今回の期間限定の中では、このバギーデニムが一番見てみたいアイテムになっています。私がですよ。はい。カラー、こちらは定番の64番のブルーですね。そして08のダークグレー。これね、ダークグレーなんですね。はい。そして30番のナチュラル。ネイビーですね。69番のネイビー。これからね、秋冬に着るんだったら、普通のブルーより、このくらいのネイビー、の方がおすすめかなと思います。まあ、まだね、サイズ全部あります。バギーデニム。はい。結構迫力ありますね。このくらいの体格の方が着ると迫力。ね、このヒールの高さですよ。このヒールの高さに合わせれば標準丈で OK です。ポケット、後ろにね、2ポケットついています。はい。あんまりね、股下はそんなに深くもないし、まあ、深い方なのかな。でも、浅くはないですね。全然浅くはない。で、バギーをぴったりとしたバギー感で着るのか、少しね、まあ、ヒップハングで、ゆとりがあるの、ある感覚で着るのかっていうのも、
これもお好みかなと思います。今日から期間限定2990円ですね。これはもうオールシーズン着られますよね。これもね、リサイクル素材です。リサイクル素材に、なってますね。あ、ありがとうございます、イズミンさん。豆はシアーハイネック。あ、私もですよ。白黒。ボディースーツ。あ、私もです。ね、ブラースワンピース2色。ブラスリップ黒、イエロー。あ、やっぱり、イズミンさんもラストだからたくさん買いますね。シアハイネックは柄メッシュなので絶対買い。2990円ではない商品だと思いますって。ねえ、やっぱりね、マメさんの方見たいですよね。ちょっとこれ終わったらマメさんの方に行きましょうかね。はい。こちらの、多少の雨水なら弾き、紫外線ケアもできる高機能パーカー、ゆったりシルエットで羽織りやすい。まあ、UPF40 っていうことなのでね、紫外線防止にもなるかなと思います。オールシーズン着られるタイプ。こちらは色が01のオフホワイト。02のライトグレー。09ブラック。11番のピンク。これね、イエローベースさんのピンクですね。で、こちらがブルーベースのピンク。12番のピンクです。54番のグリーン。これブルーベースさんのグリーンですね。こちらが、55番のグリーン。これイエローベースさんのグリーンです。みんなね、77番のパープル。発色綺麗ですね。これもレイヤードスタイルに使えるかなと思います。オールシーズンでね。これからのシーズンだったら、まだ秋のね、初秋までだったら、こういう組み合わせで、もっと寒くなってきたら、ミドルインナーとして着られるかなと思います。丈感は短め。で、ヒップのちょうど、まあ、隠れるかヒップ上ぐらいですね。で、フードがついていて、ジッパー仕上げ。色がこんな感じです。はい。ということで、そうですね。期間限定こんな感じなので、ちょっとね、豆さん見ていきましょうか。せっかくなのでね。豆さんの今日から発売。詳しい解説動画は、解説動画で出ているので、よかったらご覧ください。で、せっかくね、泉さんが豆さんのっていうふうに書いてくださったので、豆さん特集、今日からですね。この辺のニットは、これ、豆さん出てらっしゃいましたね。まあ、普通の豆さんのユニクロとコラボじゃない商品は、ちょっとお値段お高めですよ。ユニクロだからこそ、この値段で買えるっていうところ、これがラストコレクションになっています。私もイズミンさんと同様、このね、今ここ着てた、これをね、商品一覧で見ていきましょうか。はい。まあ、インナーウェアが主流なんですが、私ね、普段ね、この間も特集の時にやったんですが、ボディースーツっていうの着ないんですよ。着ないんですが、これかっこいいなと思って、今回このボディースーツはね、見たいなと思っている商品です。カップもちゃんとついているっていうところがいいですよね。色がね、09のブラックと、まあ、茶色の2色展開なんですが、3990円。はい。かっこいいですよね。あ、泉さんありがとうございます。10月からも欲しいのがあります。ね、パンツは絶対全色。すごい。ブラトップ、旅ソックスも全色。はい。こちらですね。これね、パッドがついてるのが私はいいです。で、このよく見てください。メッシュといっても、編んであるメッシュになってるんですよ。かっこいいですよね。すごく手が込んでいると思います。透け感がありますよね。うん。はい。ボリューミーの方でも全然 OK ですね。伸縮性もあるのかと思います。この後ろ姿もまたかっこよくないですか？この背中の部分。ストラップも細いし。マメさんのね、特徴です。このストラップが細くって、ゴールドの金具がついてるんですよね。おしゃれ感です。ここのね、この空きも可愛いですよね、なんか。ここが空いているっていう。背中ね、見せちゃって着るのもありですね。まあ、秋冬なのでどうなるかわかりませんが。この背中のラインですよ。お写真上手に撮ってますね。カップ付きのメッシュ加工。
これね、カップ付きじゃなかったら私は無理です。ここのね、部分もね、あえて細くしてあるのがね、綺麗なんですよね。はい。あ、またなんか書いてくれてますよ。ボディースーツに合わせてショーツも買わなきゃって、そうですよね。ショーツの部分見えちゃいますもんね。でね、ここ取り外しができるようになってるんです。だから、ね、お手洗いとかも便利ですよね。これボディースーツだと全身脱がなきゃいけないじゃないですか。でもここがボタン仕様になっているので、トイレも OK です。はい。このボディースーツ、要必見ですね。ボディースーツはブラースがいいなって書いてありますね。ああ、ブラースのね、下にね、着るのいいですよね。こんな風にね、着用例みたいなのも出ています。スタイリング例ですね。はいはい。そして、あと、やっぱり、これですよ。気になってるのが、メッシュハイネックティーです。さあ、このね、シアーっていう素材は、秋冬にまでね、移行してます。で、中旬に出てくるユニクロ C では、シアーのワンピースも出てるんですよ。ねえ、これも見てみたいものなんですが、メッシュハイネックティーの長袖、透け感のある繊細なメッシュ素材、細部までこだわったデザインでエレガントな仕上がりになっている。このね、ブラウンも品がいいお色ですよね。01のオフホワイト、09のブラック、そして34番のブラウンです。一枚で着たいですよね。まだ秋口までには一枚で着るのいいですね。そして、もちろんレイヤードスタイルありです。これね、ワンピースと合わせてますね。シアのワンピースと合わせています。はい、こんな感じだとすごい大人っぽいですね。このスカートもね、今回の新作です。すごいじゃないですか。シアといってもね、素材を変えてくるあたり、最後に力入ってるって感じですね。2990円です。レイヤードスタイルに合わせるのにぴったり、もちろん1枚でも着られるっていう、今回このボディースーツと、このシアトップスはね、タートルは、私は、買おうというアイテムの中に入ってます。まあもちろんね、商品見てからですが。そしてね、ニット類も出てるんですね。この辺のニット類。はい。で、もうちょっとね、シーズン遅くなると、もっとね、暖かいインナーウェア、極暖なんかもね、出てますし、ヒートテックのね、ハイソックス、この辺もね、出てますね。出てきます。このね、メッシュワンピースですね。マキシワンピース。この辺はね、ちょっと私は買わないですが、3D スフレヤーンリブサイドスリットスカートですね。スムース。あとですね、これは10月なんですが、ヒートテックのウールブレンドワッフルパンツ。これをね、私はちょっと楽しみにしています。お部屋着にもなりますからね。暖かいお部屋着。暖房のね、節約にもなるかなと思います。はい。ということで、期間限定商品を見ながら、やっぱり新作が気になるなっていうところで、まめさんもご一緒していきました。ありがとうございます。今日はね、ショートバージョンですが、こんな感じで、こうやってライブ配信で皆さんとね、お話ししながらアイテムを見るっていうのが最近の私のなんか、ハマっているところなんですが、嬉しいです。本当にこうやって、いただけると嬉しいです。ただね、これ後でちょっとね、前後を切っちゃったりすると、また新しい動画としてアップデートになっちゃうので、この辺がね、まだ研究していないです。あ、ゆこちゃん、昨日店舗のディスプレイで見本を見ました。シアハイネック、高級感ありました。あ、ゆこちゃんもう見たのね。ナイスなコメントありがとうございます。それでは、この後9時からインスタライブの方も来ていただけたりしたら嬉しいですね。体にいいことを配信しています。はい。着るを楽しみ、選ぶ力をつけて自己表現する、賢く買ってファッションを楽しもうを提案しているアラカンスタイリストでした。11月26日の協会イベント、もうね、満席いただきましたが、もう少し人数増やそうかななんて思っているので、そちらもよかったらチェックしてください。
素敵な金曜日になりますように。泉さん、今日発売日なので今日買います。さすがです。コメントいつも嬉しいです。ありがとうございました。